ボンバイエ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 、今日は速報ですよ。 FIFA の、まあ、Twitter やってる人とかはね知ってるでしょうけど、 FIFA のサーバー弾かれバグあるでしょ。切断、相手が切断した時にこっちも負けになっちゃうやつ、Twitter でね情報が出てまして、解決策が見つかったと。まずは FIFA をねリスタートすると。まあ FIFA は今やってないけど、まあ、やってるでしょと。でリスタートする、うん、リスタートする OK で、まあまたこの画面多分できる。ああ、だからアプリケーション終了しますと。でこの画面で FIFA をもう一回始めたら相手がギブアップしても何もない。そう相手が何か特別なギブアップの仕方をしてるわけじゃなくて、こっちのやり方だった。まあ、バグなんだけど、バグには変わりないんだけど、このまま行って試合行ったら、バグ、なりません。Twitter でもみんな、ならなくなったって言ってるし、俺もね、実際やってみてならなかったです。じゃあ、どうやったらなるか。この画面から、PS ボタンを1回でも押しちゃうと、そのバグが発生します。だから例えば、あ、メッセージ来たと思ってこの画面見ちゃったりとか、他のゲームやろうかな。やっぱ FIFA やろみたいな感じで PS ボタンここを1回でも押しちゃうとパーですから。でその時どうすりゃいいか、もう1回リスタートですよ。これだけもう絶対削ってください。ここ PS ボタンをちぎってください。乳首みたいな感じでそれだけ。よくわかんないけどね、なんでこんなバグになっちゃうんだろうね。よくわかんないけどさ、因果関係というかさ、なんかね普通バグでもさ、あここのシステムがこうなっててこういうバグになっとんなみたいなのがなんとなく想像できるんだけど、わここも同じように変な動きしてるから多分こっちを修正した時にこっちもダメになったんだろうなーみたいな感じで分かるんだけど、これだけはちょっとよく分からんけど、まあでも本当にだからそれでなるのっていう不思議な気持ちになりますが、おかしな頂きで見晴らしのいい丘で清らかな歌を歌いたくなる気持ちも分かりますが、信じてやってほしい。で確かにね Twitter でもねパーパーしてる。まあそして何よりねFIFA の海外のプロゲーマーがこれ言ってて、多分その人も何十試合と検証したでしょうから大丈夫と。朗報、これからね僕もね UT 怖くてあんまりやれてなかったけど、これでねやっていけるような気がしますということで、皆さんもぜひぜひパーパーしてね。 FIFA ボーヤー FIFA ボーヤー FIFA ボーヤー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。